から今その時が来た。来たからみんな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 聞きな、動き出す時が開く今扉、飛び立つサバイ、止まらぬ時の流れ、暗い時代今立ち上がれの暗い涙はもうこらえ、大地蹴り出し踏み出しざまえ、サバイ、止まらぬ時の流れ、暗い時代今立ち上がれの暗い涙はもうこらえ、大地蹴り出し踏み出しざまえ、ライフ一度限りの人生、トライ、変えてゆくのさ運命、アライ生きた証の証明、ブライ進め光の先へ、ライフ一度限りの人生、トライ、変えてゆくのさ運命、アライ生きた証の証明、ブライ進め光の先へ、踏み出すレゲビットがいつしか巻き込まれて、ピッポー進み出すやつから一歩リード、あちこちばらまくミュージカルスピード、音はラフェンダーって時にスイート、欠かせないでしょセンスとリード、バンマイなやつらにヒット、アクーチ砕くハートビートが各地に浸透、振り切る赤信号、検問突破さらに進行、バックを鳴らし起こす振動、鼓動響き高鳴る心臓、ノーバビロンできぬ信用、暴けしステムことの真相、自分自身を今信じよう、 Get up, stand up, 立ち上がろう、サバイ、止まらぬ時の流れ、暗い時代今立ち上がれの暗い涙はもうこらえ、大地蹴り出し踏み出しざまえ、サバイ、止まらぬ時の流れ、暗い時代今立ち上がれの暗い涙はもうこらえ、大地蹴り出し踏み出しざまえ、ライフ一度限りの人生、トライ、変えてゆくのさ運命、アライ生きた証の証明、ブライ進め光の先へ、ライフ一度限りの人生、トライ、変えてゆくのさ運命、アライ生きた証の証明、ブライ進め光の先へ。コロナ店長のコロコロトーキング。はい、皆さん、再放送を聞きの皆さんこんばんは。はい。さあ今週も始まりました、コロナ店長のコロコロトーキング、11月6日の放送になりますけども、はい、ですね、先週まあ 何の話からしようかな。ですね、プレゼントの発送終わったっていうことの報告をまずしましょうか。先週も言いましたけど、内藤選手のプレゼントの発送もう10月の31日応募はがきの寄進有効だったんで、火曜日まで待ちまして、水曜日の朝にはもう発送しましたね。全国、はい、いろんな方に送ったので、まあ、もし当たった人が再放送を聞いてくれているならばおめでとうございます。はい、まあ何年か前もですね、こういうプレゼントをやったんですよ。視聴者プレゼント、リスナープレゼントみたいな、意外と当たる確率は高いです。まあ、なぜなら応募総数が少ないからです。なのでですね、これを聞いたら、これを聞いていて、次もしまたそういうね、自分の、好きな方のグッズや何かこう欲しいものがプレゼントでこうあったら、送ったらいいと思います。欲しくなくても送ったら当たっちゃって逆に送られちゃうみたいな、その当たる確率高いですからね、ちゃんと発送しましたという報告で。でもこれもらった人しかわからない、発送発表は発送を持って返させていただきますパターンなので、ただですね、送った皆さんにですね、全部私手書きのハガキを、はがきじゃねえや、手書きのお手紙を入れまして、書きまして、はい、それを添えてプレゼントと添えて送ってるんで、もしよかったらその返事なんかをこの番組宛てにメールでいただけたら、ディレクターとかもそのメールは読みますんで、あ、店長本当に送ったんだこの人にみたいなね、ことになるんで、もし
当たった方がこの番組を聞いて今のね今日の番組を聞いてでこの番組宛てにメールをくれれば嬉しいんですけど、プレゼント送られてきました、ありがとうございます、また時間があったら聞きますので頑張ってくださいみたいなメールを番組に募集しております。はい、そういうことと、まあ今日というか今月ですね、まあ11月、まあ10月から11月にかけてやはり秋イベントが多い時期ですね。宇都宮に限ってはですね、今、スポレック栃木という、イベントが、行われてまして、5日土曜日、昨日からですね、8日火曜日まで、明日明後日まで宇都宮では、まあ、これは何の話か、スポレック栃木って何やねんってこう、思うかもしれませんが、私にもよく分かりませんので、今はネット時代なので調べてください。まあスポーツを通じて、何かねコミュニケーションを図りとか、それ多分国体と一緒で全国でやってるイベントだと思いますね。もちろん参加してる方はですね、ね地震の被災地でした東北のね岩手宮城、はい、福島、はい、とか、そちらの東北の方なんかもですね、参加しておりますし、もちろん南の方の方も、参加しているので全国大会ですね、ドッジボールやら、なんだろう、こうお年寄りがやるスポーツみたいな、なんだろう、まあ、一般的にみんな分かりやすい例えだとゲートボールとかなんかでしょうけど、ゲートボールじゃなくもっと何かねおしゃれなスポーツだったりするんですけども、はい、そういうのを、全国大会みたいなのを宇都宮の、まあ主に総合、違うな、栃木県の各地でやってるんだね、確か宇都宮だけじゃなく競技はね、開会式が宇都宮の総合グラウンド、総合運動公園っていうんですけど総合グラウンドでやりまして、その、土曜日の前夜祭になります、金曜日前日祭になります、昼間からですね栃木県庁の周りでは、栃木県の栃木グルメ選手権というまあなんだろう、こう B 級グルメみたいなね、あんまりこうメインなんだろう、こう、メインのおかずにならないようなものですよ、ソウルフードとかなんかこう唐揚げですとか、唐揚げとか焼きそばとかね、ポテトフライとか芋フライとか、そんなので、栃木県内のその B 級グルメみたいな感じの、ちょっと人気あるよ面白いよみたいのをネットで募集しまして、それのベスト40位までがですね、参加できるベスト40位までが、その栃木県庁の周りにこうブースを出しまして、そこで、その選ばれた、ものをこう販売しまして、で、まあ、その中からまたまた1位を決めようじゃないかみたいな、はい、ことがありまして、それはですね、何食券を買うときに、まあ、投票システムが食券を買うときにその割り箸、その専用割り箸でね、食べてくださいって割り箸が渡されるわけですよ、はい、でその割り箸が、食べ終わった後にその投票箱みたいな各、店舗が書いてある箱の中に入れるわけですね。でその重量、はい、最後に重さを測って割り箸の重さを測って、まあ、たくさんこう割り箸を投票してくれたみたいな感じで、まあ、とりあえず1位を決めようじゃないかっていうことだったんですけど、まあ、別にその40ネットの人気ランキングみたいなので40位に選ばれてればもうそれで十分な名誉だとは思うんですが、またまたその中から1位を選んじゃおうじゃないかっていうのが金曜日あったんですけども、それがそのスポレックに、スポレック栃木というスポーツのイベントに参加する全国の方、まあもちろん前乗りですよ、前日泊まりで、はい、もう遠くから栃木県に泊まりに来て、でその前の日の昼間栃木県にはこういうものがありますと、いうことで、まあ、開催の挨拶の時に
福田富一知事が、栃木県知事が挨拶で言ってたのをちょっと僕栃木テレビで見たんですけども、ちょこっと、その栃木県の食材も安心ですと、はい、安心して食べられますっていうのもアピールしたいということを少しこう言ってましたし、はい、やはりね、そのなんだろう、こう情報、まあ間違った情報も流れるとみんな不安ですからね。だからそのね、栃木県の食材は安心ですみたいな、はい、ということも改めて強調しながらね、皆さん ようこそ栃木県へみたいなことを言って、まあもちろん昨日 そのスポレクの開会式でももちろんちゃんとしたことを言ってますけども、そのグルメ選手権の時にも言って、美味しいものたくさんありますので食べてくださいみたいなこと言って、みんな張り切って食べるんですが、昼間ね食べようとするんですが、まあまあ人数が多いこと多いことで並ぶは並ぶはたくさんの行列で、まあ大体あれですよ、メニューはですね、いろいろ、まあご飯類みたいな、チャーハンとか、その主食みたいなね、ラーメン類、カヌマニラそばとかありましたね、ものか、そういうものから唐揚げ、おかずとか揚げ物ね、芋フライとか、あとは焼きそばですとか、もっともっとスイーツまでありましたし、いろいろあったんですよ。けどでも大体順番的にはですね、最初お腹空いてるっていうか、みんなね食べる気満々で来てるからですね、お腹にたまるものをまず並ぶじゃないですかね。どう考えてもスイーツは最後に並ぼうとか思うじゃないですか。だからスイーツとか食べた後に唐揚げとか行くと何かちょっと味がね、なので、まあ大体その焼きそばだ、唐揚げだ、チャーハンだ、そうご飯とか、まずお腹にたまるものからみんな食べ始めるので、そこの行列が多かったんで、まあ何が言いたいかっていうと、結果まあ1位がですね、下野丼という、まあいわゆる丼もんですね、ご飯の上に、そのね、いろんなおかずが、鶏のどうのこうのとか、まあ詳しく調べておけばよかったんですが、詳しく説明できないんで、下野丼っていうと、まあ土曜日ちょこっとこうお客さんの iPad で見たんですけど、もうネットで出ますね、下野丼が気になった方は調べてもらってお腹空くと思いますが、その下野丼がですね、一応投票では1位になりました。だから今言ったように、この投票はやはりまあ食べた人が美味しいって分かるということなので、やはり全食食べれないので、美味しいんだけども皆さんこう食べた人数が少なかったところは不利だったんですよね、間違いなく。だから意外とスイーツとかなんかももしかするとすんごい美味しくてね、もう1位に投票したいんじゃないかとは思うんですが、最初にみんなそういうね、焼きそばだなんだの方を先に食べるもんだから、そっちの方がたくさん数が出たんじゃないかと思うんですよ。で食べた中からこれが美味しかったと投票するからね、食べてもらえてないところは美味しくても票が入んなかったんじゃないかなと思って、まあね、40まあ出店ね、したお店は、まあ、全部こう美味しいんじゃないかな、選ばれたお店じゃないかなっていうふうに思ったんで、僕の予想がこれお客さんとですね、1位どこだって予想したんですよ前から。でやっぱり大体焼きそばとか唐揚げでしょうって言ったら、まあ意表をついたというか、そのご飯物が1位になったという、はい、まあ美味しいんでしょうねみんなね。だまああとはですね、県外からの票が多かったっていうふうに僕はちょっと推測しますね。下野丼っていう名前もいいですからね、ね、下野の国栃木県なので、県外からの方はちょっと興味を持って食べたんじゃないかなと思って、それがもう見事美味しかった、そして投票しよう。その割り箸はね、割ると、お箸2つ2本ね、なりますんで、1膳で2票分、投票権があるみたいな感じですけどね、それと何か唐揚げ、やっぱり2位は唐揚げでしたからね。あ、そんなことが、金曜日グルメ選手権があり、そして昨日からまだ続きますが8日まで栃木県、
ね、スポレ。最近ラジオを聞いてるとですね、とちまるくん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 がもう耳から離れない、はい、そのキャラクターがですね、とちまるくんというキャラクターなんですけど、もう、はい、ね、あいにく今日ちょっと天気がぐずついていたのでですね、そのスポレクの会場には僕ちょっと行けなかったんですが、そちらでもですね、食べ物の方、はい、やはり栃木県のなんだ、栃木県の神田という栃木県名産のものを押して押して、そしてお土産コーナーはもちろん野菜類みたいな、お土産コーナーというのはなんか物産コーナーみたいなね、栃木県産何々とか売っている、コーナー、ね、ブースもありまして、いろいろと全国の方に栃木県をアピールしてまして、ね、そういうイベントでしたね。はあ、まあリポートするには中途半端どころか全然調べてないで喋ってるだけという、相変わらずまあね、こういう番組ですがでも思い出したかのように、すごくやっぱりね、うん、栃木県の、そういうものをこうアピールしてね、まあ、この番組というかこのインターネットラジオ局のナスウェーブというのはもともとというかそういうのをベースにして、放送していこうじゃないかっていうのがあるので、土台にね、まあ、やはりこういう、特にこの FM コロナ宇都宮の情報っていうのはあったら何かねいいことは言わなきゃいけないんですけども、全然言わないという、なので今日はドア玉にそういうことイベントありました。まあ、あともう一つあれですよ、餃子祭りが、土曜日日曜日と5日6日土日と、はい、毎年恒例であります宇都宮餃子祭りという、はい、だいたいあれですね、毎年11月の第1土曜日第1土日っていいのかな、最初の週末でに、まあ、去年もやりまして、今年もやりまして、で、まあ、去年はですね、10万人2日間で10万人の、ね、お客さんが来たという、にぎわったという、大イベントですけども、今回に限りちょっとそういうイベントが重なりまして、同じ日にミヤジャズインとかね、いろいろとこの、まあ言ってみれば5日6日今週の昨日今日と同じようなイベントがちょっとダブってしまったので、もしかするとお客さんが分散しちゃったのかななんていうの心配もありつつ、あとはまあ天気も悪かったので今年の餃子祭りは去年よりは少し今日ね、日曜日人が少なかったんじゃないかなと思います。10万人はいかなかったんじゃないかなと思いますけど、なんかバリバリをいじっておりますが大丈夫でしょう、で、その餃子なんですが、現時点でね、宇都宮はなんと、まあちょっと、この間聞いた話によると15位ぐらいですね、消費量ね、でこの餃子祭りで巻き返しを狙うなんていう風に記事書いてありましたけど、まあどうなんでしょうね、今年に限っては、まあね、震災の影響で、材料が入らないですとか、何かねいろいろとイベントの、まあ、自粛とかいろいろと、まあイベントで餃子とか店出ますからね、そういうものも含めね、ちょっと餃子の消費量が今年に限っては他の県に負けてしまっているという、まあ、追い上げは難しいんじゃないかなと思いますが、まあ、でもね、消費量が1位じゃなくてもその餃子専門店がある数、ね、餃子専門店がたくさんあるという点では、まあ、他の県には例がないというか、なかなか珍しいと思うので、まあ、そういうところはね、1位じゃなくても餃子の町ということ、餃子の町という言い方はいいと思いますよね。イベントがあって、まあ、まあ、コロナの話をしますと、金曜日は、まっちゃん来てくれました。皆さん大好き、放送作家松本、ただ気になったことがあります。まっちゃん聞いてね、再放送でも聞く時間があって聞いていればもしあれですけど、なかなか本当に本当に忙しい忙しいと、仕事がね、立場がちょっとね今、
変わって大変な立場で、しかも仕事を任されて忙しい忙しいと言っているまっちゃんですが、コロナに、金曜日の夜来てくれまして、すげえ普通普段ですと、会社で夜ご飯食べてくるらしいんですが、食べれなかったみたいで12時近くに来て、すごくお腹が空いた、今日は食べてこなかったってたくさん食べてくれたんですが、やっぱりですね、前の松本さんと変わりましたね。なんかね、カリ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 してますね。みんなイメージが、松本さんのイメージは温和というか、何かこうね、和み系の感じだと思うんですけども、なんかね、カリカリしてたな。なんか俺の冗談にもね、冗談と受け止めなく、だったらいいっすよみたいな、そんな言い方ですぐね、ああカリカリしてんなっていう、まあね、そんな印象を受けまして、はあ、ティーバちゃんもトバちゃんでいいですけどね、トバちゃんも、金曜日は来たんですが、なんと今日の日曜日仕事だと言いまして、はあ、なんて仕事なんだ。まあだからみんなね仕事してるんですね。俺も仕事しなくちゃなって思ったんですけど、でまあまあまあ金曜日は、まあそんな天気良くなかったですけど、雨さえ降らなければね、いろんな感じのお客さんも来てくれまして、で、昨日の土曜日ですよ。昨日の土曜日はですね、ちょっとまあ早い話がですね、前のコロナ、ここに今の現コロナに来る前のコロナはですね、ちょっと駅にもうちょっと近いところで、4年間約4年やったんですが、その1年目か2年目ぐらいに、代行のアルバイトをしてた子が昨日来たんですけど、まあその子がですね、おとなしめのカウンターで飲んでたお客さんの知り合いだったみたいで、そのおとなしめのお客さんがカウンターで飲んでいた時に携帯に電話がかかってきまして、まあ、直接の内容はもちろん聞けないですが、話していることを聞くと、今、まあ、どこにいるんだみたいな、どこで飲んでんだみたいな、で、まあ、その人はですね、まあ、後に聞いたんですけど、場所は言わなかったんだけどコロナという名前を言ったと、まあコロナで飲んでるんですけどみたいなことを言ったらしくて、で、俺に電話を切った後に、何々の何々さん知ってますかって聞いたから、あ、いや全然そんな店のそんな人知らないよっつって俺言ったから、そしたらその人は、よかった、その人この間一緒に飲んでえらい迷惑だったんですよって言ってて、もしかして来んじゃないかなと思ってたんでしょうけど、名前しか言ってなかったから、まあ来ないだろうと思ってて安心して飲んでいたところ、30分後ぐらいに扉を開けて、しかももう大声で、誰々いるみたいな、まあ僕の嫌いなパターンですよ。その人カウンターだけじゃなく、テーブルの方にはですね4名新規の、まあ、人たちもいたのでね、で扉開けて、何々いるみたいな、まあ僕の嫌いなタイプで、しかもなんかもう見えるところに絵が描いてあるみたいな感じの人だったんで、半袖着れないタイプの人だったみたいな、おしゃれなんとかおしゃれでね、そういうあれなんですけど、そんな感じで、来たんですが、そのなんとかいるのなんとかはたまたまそのタイミングにトイレに入ってましていなかったんですよ。でテーブルの4人が何みたいな、そしたらそいつもテーブルにいるもんだと思って通るテーブルの方にズン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 来て、何々いるって言ったらいなかったから、あれいねえじゃんと思って帰ろうとしたら、トイレからそいつが出てきて、なんだよいるんじゃねえかよって一言二言喋った後に、でまあ僕がカウンターから出るわけですよ、うるさいから。で出て、何名様ですかみたいな、まあまだそこでは注意はもちろんしません、はい、何名様ですかみたいな、うん、とりあえず3名で1人追加になるかも。でその時にですね、ちょうど、いつもレギュラー席ね、扉からカウンターのね
扉から数えて3人ぐらいはあのレギュラー席でキープリザーブ席なんですけど、たまたまあの一番手前に座る人がですね、もうその時間にはですね帰ってしまいまして、明日あの電車でどっか出かけるんで今日は入りますなんつって12時前にはもう帰っちゃったんで、その3つ空いてたんですよ。なので、ここでいいですみたいなことを言って、まあ、急に僕が出てたもんだから、あのじゃあここでいいですみたいなになって、ああじゃあどうぞつって、まだそこでは静かに飲んでくださいねってはまだ言ってないですよ、まだ言ってないですよ、うん、でそしたらですね、そのまあ、A さんとしましょうか。 A さんいるの、その A さんはですねやっぱりこのコロナというお店はまあ静かに飲む、まあそれは騒いでもいいんですよ、騒いでもいいんですよ、騒いでもいいんですが、まあ他のお客さんに迷惑かけたりとか会話の内容とか、まあそういうのもありますけども、まあ賑やかなのは結構なんですが、やはりその下品とかなんかこうね柄の悪い言葉遣いとか大声で他に聞こえるとか、そういうのが嫌だったんでしょうね。もちろん嫌ですよ、自分の知り合いがそんなお客、あのお店お客に迷惑かけたら自分が来れなくなるというふうに思ったんでしょう。もうすぐその人の席の後ろに行って、もう勘弁してくださいよみたいなこと言ってるんですよね、うん、なんでまあ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 よしよしって思う、まあ僕も構わないようにしてて遠くから一応気にはしてましたが、そしたらですね、その、人がですね、まあ、ここのマスターは怖いんだよって急に話し出しまして、で聞いてたらですね、まあその人はですね男の人2人と女の人も1人いたんですけど、その女の子可愛かったですけど、おとなしくてね、あなんでいい女可愛い女ってそういう人とくっつくんでしょうね。後で僕はそれの理由が分かったんですけど、後で言いますとね。で、まだ僕はそこの会話に入ってないんですが、その人が言うにはここのマスターはすげえ怖いんだよ。で女の人とその男の人はえなんでですかみたいなことを言ってて、昔俺あの代行バイトしてる時にお客さんがなかなか出てこなくて外で待っていて、その代行の運転手同士で喋ってたら、まあ、コロナのマスターが出てきて扉を開けちょっとだけ開けて、うるせえ静かにしろって言われたっていう、まあ、あるけど、まあまあ、覚えてないですよ僕はもちろん。でもまあお店を始めた1年目2年目のまあまだねイケイケで一生懸命っていうか、もうなんだろ こうがむしゃらにやってた頃なので、まあ、そういう俺がそういうことをしたとか、そういう俺がいたのは、まあ、もちろん自分でも想像できますし、絶対やったんだなってすごい思ったんですけど、でその人がですねそう言ったんですよ。あの外で喋ってたら、まあ、結構うるさかったんですよね僕が注意するぐらいだから。そしたら、もうなんだか怖い、もう本当にあれ怒られたって言ったんですよ。うるせえお前ら静かにしろって言われたって。結局僕的にはお店の人間はですね代行業者ですから、代行業者はこっちが使ってるんだから、こっちの言うこと、やはりその代行の、ね、人だったらちょっとお客さん待つぐらい静かにして待っててくれよっていう、意識があったんでしょうねきっとね。かまあまあそうなんでしょうけど、本当に僕が我慢できないぐらいそいつはうるさかったんでしょうね、大声でね。で僕にうるせえ静かにしろてめえらとか、まあ、てめえらは言わなかったか言ったか知らないですけど、それを言われたのをずーっと彼はもうずーっと思っていて、こうそのコロナという名前を忘れてなかったらしいんですよね。カモンさんね、カモンさんしか聞いてないんでカモンさんに話してますが、でその代行のアルバイトをその時してたね。でまあ、その間に、僕みたいなお店を一回やって、今はやってないんですけど一回何年かやったらしいんですよ。まあ聞けば、一緒に来た人も、その A さんも、そこの常連客で、まあ、未だに付き合いがあって仲良くしてるみたいな感じだったらしいんですけど、でもうなんだろう、その時怒られたのにその人は逆に僕のことをかっけーと思ったらしいんですよ。
で、あのその人は、まあ、僕はもう30超えてましたが、その子はまだ20代だと、20、まあ、それでも5ぐらいじゃないかな、バイトをしてて。あで、でずっと、普通、お客じゃないのに代行なのに怒られたっていうのがあって、俺のことすげえかっこいい。で、店をやるなら、そういう、ね、注意できるような人に、まあ、なりたいっていうか、そういうふうに思ったんでしょうね。まあ、もともと多分彼も、そういう芯がね、そういういいことはいい、悪いことは悪いみたいなことなんでしょうけども、はい、でそれをずっと思ってたらしく、でその A さんがどこで飲んでるっていう電話の中で、コロナで飲んでますって言って、場所は言わなかったのにコロナっていうのが、まあ、分かったと。でもちろんあの前にあった店と、その時は柳瀬でしたが、今は平松本町来てますけど、ここの場所もやはりまあ何回か通ったんでしょうね。コロナという名前、同じ名前でやってますんで、移転しても。でまあ、 看板のロゴとか、ロゴとか、まあ、パネルのロゴとかですね、デザインは前とはちょっと変わってるんですが、まあ、名前は同じだったから、まあ、きっと移転して同じ人がやってんだろうなっていう意識があったらしいんですよ。でそいつがですね、 A さんがですね、コロナにいるっていうもんだから、わざわざ、まあ、距離で言うと、まあ、車で20分ぐらいですよ。車で20分って結構遠いですよ。のところで飲んでたところ、あ、何飲んでたとこ場所ね、何言ってんだ俺、わざわざ、もうドキドキしながら来たっつうんですよ。代行で、で、その代行も、一回コロナを通り過ぎちゃって、でまあ、ちょっと通り過ぎたところから、車を置いて歩いてきたんですが、でその代行にはてめえ距離稼いでんかよとか文句言ってきたらしいんですが、でもそのコロナの、に近づくに当たってっていうか、近づくにつれ、昔のことを思い出したらしく、いやコロナのマスター怖えから、ちゃんとしなきゃとか、その一緒に行った2人に話してて、なんかやっぱ行かない、行くのやめるかななんていう、入ってくるまではなんかそんな態度だったらしいんですよ。で、まあ多分勢いつけて入ってきたんでしょうね。まあまあまあ。で、まあ僕が逆に、まあ僕ももうね、その時からですね、まあ、10年まで言わなくても7、8年は間違いなくも経ってますんで、まあその時の僕と今の、僕ではまあいい言い方だと丸くなってるというか、まあちょっとそのね、なんていうの、こう少しこう様子を見るっていう時間が長くなったというか、できるようになったってことですよ。で入ってきて、どうのこうのって一瞬僕を見た瞬間にもうやっぱりね、イメージと違ったらしいですね。やはり前はもっとごつくてもっとおっかないイメージあったっていうふうに言われました。だから今はまあ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 丸くなったっていうかですね、少しね年を取ったせいか、雰囲気とかもね少しこう柔らかくなったんじゃないかなっていう感じで、でまあ結局その話をが出て、あなんだそうなんだって、でその人ももう他のお客が、まあ一瞬、引いちゃうぐらいの、まあ、なんつうの、こう、見た感じなんですけど、まあそういうやつっていうのは、話せば全然いいやつなんですよ。そういうやつは、うるさいからやめろって言ったら、素直に、まあ結構聞くんですよ。うん。なんで僕は全然もう最初は、もう最初から全然平気だったんですけど、そしたらこうで、って、実はって話してくれて、で、姉妹には仲良くなっちゃいまして、やっぱりまあいつものパターンですね。結局はそのコロナワールドというか僕の中に入ってしまうという、どんなやつでも、うん。で、もう大盛り上がりで、昨日はもう4時半までそいつらに付き合いましたが、まあいろんなお客がいて、まあ10年ぐらいで、10年ちょっとねぐらいでね、コロナにも歴史がありみたいな感じで、ここに来る前の前のコロナもね、まあ僕なりにこう突っ走っていたっていう感がありましたね。確かに
まあ、30代前半の頃はいわゆる1年目2年目はまあなんだ怖いもの知らずというかもうなんだろうね空回りしてたんでしょうね。お店がもうやりたくてできたなんとかお客さんに来てほしいっていうのがですね空回りとか、何かいろんな形で出ちゃってね。でもただ嬉しかったのはそういう、うるさいから注意されたっていうことに対してふてくされるんではなくああ今時やっぱりいけないことはいけないって言ってくれる人がいるんだなっていうふうに受け止めてくれたやつがいるという。そして、そのね何年ぶりかに、来た時にそういう話をして、実はこうだで自分も、今はやってないですけど後にお店をやってみたんですって言ってで、そういうその時の仲間っていうかお客さんと今でもこうやって、仲良く飲みに出たりしてるんですよって言われた時にはおおなかなかやっぱりそういうやつには、まあ仲間というか人というのが、つくというかなんていうのこうね周りに集まってくんだなっていうのは何か見ててあなんかちょっとねあとはですね、その女の子がボソッと言ってた一言がすごく面白かったんですが、S の男の人には M が集まるよねっていうふうに言ってましたね。確かにと思いましたけどね。だからなんだろうもしかするとですねそのか、意外といいかもしれませんね。まあ、S っていう言い方は、まあ、もう本当の分かりやすい言い方ですけどしっかりしたりとか頼れる人にはやはり人が集まるよねっていう感じですよ。受け止め方はそういう風にしてくださいね。めんどくさくて S とか M で表現しちゃいましたけど意外とやっぱり兄貴分、ね、そういう面倒、まあ、よく言うと面倒見のいいタイプね。頼れる人とか何かねそういう人にはやはりこう慕ってくるというか人が集まるよねみたいなことを女の人が言ってたんですけどまあその子が可愛いんだ可愛かったんだで、まあ、年齢はまあ20代後半だったんですけど美容師で可愛いもう可愛くてねコロナの、歴代お客さん女性可愛いベスト10に入るぐらいですね。ベスト10に入るっていうのは相当な人あれですよ。ポイント高いですよね。もう10年ぐらいやっててねもう何百人女性のお客さんいてその中の僕のお気に入りベスト10に入るというのはね。ちなみにブルースさん聞いてるの今ブルースさんは、17位ですけど、はい、あと誰がいるんですか。あと例外ですねカモンナース。カモンナースはね259位です、はい、カモンナース259位。一応男なんですが、はい、入ってますんで、はい、十分です。聞いてましたねブルーさん。まあ、まあまあ17位でもすごいですよね。わかんないけどそれが、はい、で可愛くてその人がその女の子がボソッとそんなこと言ってた。でもそこからまたもう一つあるんですがその女の子ねその子はじゃあさっちゃんにしますか。さっちゃん名前は全然違いますよ 聞きましたけど、さっちゃんがのことをですねその A 君が好きなんですよやっぱり。それでなんだろう結局そのお店にも行ってたっていうのもあるし、その人たちが来るのをまあ嫌だ嫌だめんどくさいとは言いつつもそのまあ女の子ねさっちゃんが来るっていうのもちょっと期待しつつみたいな。その A は結局 A もねド M なんですよ。もうなんかねまあ僕からしてみたらもう気持ち悪い。もうはっきり言えばいいのにみたいな感じなやつなんですけど、でなそんなあの人間模様というかいろいろとそういういろんな関係図みたいなのがありまして、こいつはこうで矢印がこうでとか図にするとね。でもう一人ですね兵庫県からですね、まあ、転勤できた
まあ、いわゆる、まあ、関西弁をしゃべる、20何歳だあいつは、それでも20代後半の子かな、もう、いて、はい、で、そいつはお店コロナに来るのは3、4回目なんですが、その A 君 A 氏と会うのは初めてで、初めてだけども、まあ、あの仲良くなって会話をしていた。そしたら、そういうやつが後から来た。結局、まあみんな仲良くなるんですが、その関西系のノリですよ。まあちょっと間違えるなよって僕はちょっと思ったんですが、まあまあ結果大丈夫でしたけど、一瞬ヒヤヒヤするとこはありましたね。まだ僕がその来た彼を、まあこうな、まあ自分のこの領域に入れるまでの、まだ入れてない中でちょっと話しかけちゃったんで、ちょっとびっくりしてましたけど、おいおいやめろよみたいな思ったんですけど、まあ最後はね。でその A 氏っていうのは、近所、コロナの近所に住んでるんで、その女の子が来たもんだから、またちょっといいところを見せようと思ったんでしょうね。何、お隣の茨城県の水戸市ありますね、そちらの有名なバームクーヘン、並んで買いましたみたいな、はい、のがですね、家の冷蔵庫にあると。でそういう話をして、じゃあそいつが、僕じゃないもう一人のやつが、じゃあ持ってこいよって言ったんですよ。そしたらみんな、そうだ持ってこいよ、食べたいよって言い始めて、じゃあ5分で取ってきますとか言って、取り行って、でその間にじゃあみんな帰っちゃおうかっていういたずらしようかと思って、一瞬そう思ったんですが、まあいいよ食おうっつって、みんなですね、あのバームクーヘンを食べようと思って、まず女の子に一口食べさせて、食べてもらったんですよ。まあ言ってみれば、そいつはですね、その女の子がお気に入りですから、食べてもらいたいというか、その子のために、持ってきたわけで、で食べたら、もう食べた瞬間に美味しいって言ったんですよ。でまあ次の順番的に、並んでた順番的には、その関西人がお約束をやるわけですよ。そんなわけないやろと言いながら食べたら、まあ美味しい、ほんまやみたいなことで、本当ですねみたいなこと言って、一回りして、やはりみんな美味しい美味しい、これはバームクーヘンじゃなくて、なんだこれ、ケーキじゃん、チーズケーキみたいな、なんだろうっていう感じで、でまあ僕もですね、それは食べますよ、持ってきてもらったとか、そういう時にはね。で少しこうもらおうと思ったら、まあバームクーヘンってこう丸いね、タイヤみたいなあれで真ん中が空いてるやつだから、みんながこうカットしていくと、自分の食べる分みたいなのが、量が分かるんですが、まあ僕もちょっともらおうと思ったところ、意外と多めにあったんで、でまあみんなが美味しい美味しいって言うもんだから、そんなことないよって言いながら、たくさんガブガブ食べてやろうパターンが一瞬に思ったので、まず一口食べました。まずいじゃんこれって言いながら、もう一切れにを食べました。いやー、食えば食うほど美味しくないじゃん、バカじゃないのって言って、3口目口に入れたら、もういや、それがですね、チーズケーキじゃなく、みんな表現が間違ってまして、ホワイトチョコレートみたいな感じだったんですね。いや意外と僕ね、本当のチョコレートよりもですね、ホワイトチョコレートの方が苦手なんですよ。なんかホワイトチョコレートの方が苦味がなくて甘いじゃないですか。いやーどうしましょうみたいな、口の中で、僕の心の中では、いやこれどうしましょうみたいな、結局は食べるんですが、でもまあ食べた感想は美味しかったです。ただ僕には量が多すぎたっていうことですけど、美味しかったですけど、やっぱり素直にちょっとだけもらって美味しいって言って、ね、そんな笑いを取ろうとかね、お約束だから順番的にやんなきゃいけないっていう使命感がなければ済んだ話なんですが、まあね、その関西人がちょっとあまりにも笑いが下手だったんで、火がついちゃったって感じですけど、そのホワイトチョコレートっぽいバームクーヘン、まあ、中にホワイトチョコレートがコーティングされてたのは、なんかこうね、層になってたんでしょうね。うん、そういうのを昨日食べて、でまあ4時半までやって、そのまあもちろんね、
テーブルにお客さんがいて、まあ、テーブル帰ったんですが、テーブルは片付けてないと。で、まあ、もちろん、料理を作った後も片付けてないと。まな板とかも洗ってないと。まあ、今日休みなんで漂白もすると。まあ、あの片付けに、大体土曜日の終わりは片付けにその後1時間はかかるパターンなんですよね。まあ、グラスとか食器とか洗ってあったとしてもね。で、まあ、あのカウンターにお客さんがいるもんだから、そのテーブルの、下げ物とかができないので、喋りながら食器洗い、グラス洗いができなかったんで、まあちょっと能率の悪い時間を過ごしてしまい、で4時半にじゃあそろそろ帰りますみたいな、まあそろそろ帰れ、あの空気を出したんですけどね。出したらやっぱりその男がですね、じゃあまた来ます、今日は遅くまですいませんでした、まあ、結構そいつも飲んでんですよ。飲んでるんだけども、やはりそういうやつっていうのはやはりしっかりしてるというかね、やはり先輩には逆らわないですよね。ああなんで、まあ、外見はみんな誤解されがちですが、そういうやつの方が意外と、まあそういう礼儀正しかったり、ちゃんとしてるとこはちゃんとしてたりするんで、じゃなきゃあんなタイプにそんな可愛い女の子とかが一緒に飲みに行くとか、そんなのねないとは思いますから、やっぱりね、なんか一緒にいるというか仲良くしてるには理由があるんでしょうからね、うん、で帰った後にですね、ああ俺ってそういうね、昔はそうだったんだって、ちょっと前を、ね、昔を振り返りながら、まあ俺も今意外とぬるま湯な感じですからね、今のコロナはですね、だらだらやってますから、うん、ダメだなと思いつつもだらだらやってますからね。で、片付けしながら、まあいろいろと一人で1時間、まあかかんなかったとしても、まあ5時とかね、5時半ぐらいになって、でやっぱりですね、お客さんにですね、飲み物とか食べ物を提供してると、やはりお客さんになりたいという欲求がやっぱりこういうお店の人ってあるんで、僕も特にあるんで、やはり仕事終わってからの缶ビールとかですね、何かもう食いたいわけですよ。仕事中は食べないし、まあ、ましてお酒も飲まないので、人が飲んでるところを見てるというのは意外とね、自分がお客さんになりたい、そういうストレスがたまるんで、終わってからやはりもうそんな朝の5時ぐらいの話ですよ、ね、体に悪いですよ、健康に良くないですよ。だけども一日の終わり、お疲れ様をやらないと一日が終わらないのが我々の仕事というかね。なんで、まあ、コンビニ行って缶ビール買って、まあその時はどうしても我慢できなかった、たらこスパゲティみたいな、飯みたいな、パスタみたいなのも食いながら、はあ、朝の5時ぐらいにコロナで一人で、はあ、片付けしながら食いながらね、やって、そんな昨日の土曜日でしたよ。でまあ今日の日曜日の話をちょこっとしますと、ね、あと10分ぐらいありますか、話をしますと、実はですね、今日の日曜日はもう前々から予定が入ってまして、あまり僕は話したことがないと思いますが、うちの弟がですね、実家の方に、彼女を連れてくると。しかもその彼女はですね、もう結婚のプロポーズをして結婚をの OK をもらっているという、早い話がですね、もう結婚をする彼女を連れてくるということでですね、まあ、清原の実家の方にもう彼女を連れてくるよっていうふうに前々から言われていたので、まあ家族意外と集合しろみたいな、自然とね、わざわざ、まあその彼女は東京かな、でまあうちの弟も東京なんですけど、から来ると店にね、なんだこう紹介に来るということなので、まあ集まりなさいみたいな前から言われてたのが、まあ、うちの車が、ちょっと使われておりまして、別な人に使われてまして、で、まあ、実家に帰って車を借りて清原の実家に行くんですが、まあ、その実家が2つある理由というのも、まあ、分かるでしょうけども、はあ、で、その車を借りて、今日はですね、本当はですね、天気が良ければ、自転車でもマラソンでも、ね、清原ぐらいならば僕は歩いてでも、行ける距離なので行こうと思ったんですが、雨が降るとか、ね、天気が良くないので、まあ、ちょっと行けねえなと思ってたところ、
でもわざわざね、連れてくるんだから、みんないなくちゃかわいそうだと思って、じゃあ俺ぐらいは行ってやろうと思って車を借りて行って、はい、そしたらですね、まあ電話一本入れてから行った方が良かったですね、やっぱりね、いっぱいいて、誰々の、なんだ兄貴の子供たちや、まあ、おいっ子めいっ子とかね、いっぱいいて車が置けない状態で路中になりましたが、あれこれは俺のお呼びでなかったなみたいな、立場的に俺はまだまだ外側の親戚に当たるからみたいなね感じだったんですけど、で行って、まあ紹介してもらって、でまあ弟に聞いたらですね、もう、その結婚する彼女の実家は大阪なんですね、大阪の彼女が東京で仕事をしてて知り合ったみたいな感じでね、で大阪の、その彼女のお父さんお母さんの実家の方にも挨拶に行ったんですって、もう先々週ぐらい2週間前ぐらいに挨拶に行ったみたいな、その写真を見せてもらったんですけど、で、今日は今度こっちのね清原の実家に来るみたいなことで、でみんな初めて会うわけですよ。でまあどんな人が、来るのか、まあ、僕もね楽しみで、まあ、冷やかさない程度の楽しみで、まあ、うちの弟 3つ下だから38とかですかね、なんで、まあ、お相手の方もですね、まあ、20代はないだろうと、まあ、結果20代ではなかったですけど、20代はないだろうみたいな車の中で、あと名前はなんていうのかななんていろいろ面白いなとか思って、美人だったらどうしようとか、あ逆にものすげえ軽いやつだったらどうしようとかね、まあ親戚になるわけですからね、いろんなとこで会うわけですから、できれば美人とか可愛い子がいいななんて本音を思いつつも、実家の方に帰りまして、行ったらですね、まあもういるわけですよ。でまあ僕が入った瞬間っていうか、もう正座をしてまして、お食事をしてたんですけども、みんなで、でそこにまあ僕が遅れた形で、あーどうも遅れましてみたいな入っていったら、もう正座をしました。で、あーどうも初めましてみたいな、そのね、まあ名前ね、何さんでもいいけど、その人がですね、挨拶して、まあ、背筋ピーンと、でまあ結果34歳ですか、あちょうどいい年齢のね奥さんもらうんでちょうどいいんですけど、でもね清楚でね、本当にね、職業がですね、某新聞の、まあ、なかなか宇都宮にはですね、コンビニとか、まあ、スポーツ新聞じゃないのでコンビニとかには置かれない、有名なメジャーな、新聞社の、カメラマンということで、女性ですよ、もちろんカメラマン、女性カメラマンで、もちろんその記事とかも書く担当もしてた、まあ、もちろん内容によっては記事も担当するという、で、まあ、学歴はね、大学院まで出ているような、出ていますみたいなことで、話し方とか話の内容とか、あとは例え話とかが、まあ真面目、すごいですよ、んーともう真面目、あの宇都宮にも5年ぐらいいたという話があったんですよ。で、いつぐらいに宇都宮いたのみたいな、俺は言い方ね、聞き方をしたらですね、何福田富香知事だか佐藤栄なんだっけ栄一だか市長が、あ多分あれか福田富香知事かなが、就任された年から、なんつったんだっけかな、それから5年ぐらい宇都宮にいましたとか、その例えとかが、いやもう真面目、本当にね、すげえなっていうぐらい、で僕的には良かったなーってこういう人もらえてみたいなね、すごく、いい印象でしたね。まああまり時間がなかったんで、もっともっと突っ込んだ話はできなかったんですが、まあこれはそれはね、後々もっとね、仲良くなってからいろいろ聞いてみようかなと思うんですが、すごく嬉しかったですね、はい、まあまあ美人さんで背も高く、ね、そういうこともありまして、今日は意外とね良かったです。ただですね、
ただその実家の親父さんがですね、いや嬉しかったんだか知らないですけど、やっぱり酒を飲むわけですよ、ビールを飲むわけですよ。はい。で僕はですね、まあ僕は運転なのでノンアルコールビール、まあ今はね便利になりました、ノンアルコールビールがあるんで気分だけ味わってきてね、 お食事してきたんです。まあもうねみんなからね飲ますんじゃねえ飲ますんじゃねえってこう思われた空気になって、僕ぐらいですかね言えるのは、他の人はみんな言えないんですけど、僕ぐらいはやっぱり遠慮なく言うんですけど、うん、でもうそのうちの弟は運転して今日は福島県に帰らなきゃいけないということで、でまあ同じくノンアルコールビールを飲んでて、その彼女はですね本当のビールをお父さんと一緒に飲んでたんですが、付き合いでね、寄せばいいのに、つぐつぐお互い継ぎ合っちゃって、まあやめりゃいいのに。でもうみんなもうその場から言いたくなくて、二人でこう話、まあ一方的にお父さんがねいろいろ話すんですが、大体そういう席はね、でもっと聞きたいんでしょうけども、なんかもうねドストレートに聞くともうこっちは見てられない聞いてられないみたいな感じだったんですけど、でもね本当に良いご縁でってブルーさん言ってくれますが、言ってくれてますが、本当にこれだけは縁でね、良かったですよ。だから結婚式をいつやるとかそんな相談をしてましたがね、本当に今日良かったね、本当に良い結婚式もね無事済ませて、仲良くね行ってくれればいいなと思いますが、まあただうちの弟はですね、まあ今一番まあ少し落ち着きましたが、まあ某、まあ言わなくていいか、まあでも職場がね、職場っていうかですね1週間に2回ぐらいは福島県に行かなきゃならないという、はい、ことらしいので、大変ですよ、頑張ってますよ、うん、学生時代はですねアメリカンフットボールをやっていたという、はい、今痩せちゃいましたけど昔はものすごくごつかったという大学時代、しかもうちの弟は北海道大学ですからね頭いいんですよ、歌が出てますし、歌科の北海道大学のですからね、やんなっちゃいますね、みんな頭良くて俺の周りは、ね、その兄貴なんていうのはですね、もう医者ですからね、今再生会に帰ってきてますけど、歌科から、ね、大学医学部出て、ね、今最終的に今再生会に栃木に戻ってきてますけど、どんな家系だよみたいな、頭良すぎじゃねえ、まあまあまあ、その中でもうまくやっていくというこの俺のね、なんだろうね、まあでもそんなになんだろうな、もう最初の時は窮屈でしたけどね、今はもうやはりねさっきの話の時に出たようにもう40も過ぎて考え方も30の時と10年も経てば、まあ少しはね、うん、丸くなったり少しは我慢強く、ね、大人の中の大人にだんだんもっとなっていくのかなっていうのを感じられまして、僕がねよく使うこのまあまあまあっていうのはですね、本当にこの自分を落ち着けるようなね、これやっぱりねよく僕が言われてた言葉ですよね、まあまっちゃんなんかもよく僕に対してね、はい、松本さんなんかはよくも僕に対して僕がこう、怒る前にまあ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 って落ち着ける、どうどうどうみたいなね、はい、そんなのがありまして、それが自分でこう言えて自分でなだめられるようになったみたいな感じですけど、ね、まあ面白いですね、そのね、さあそんな感じですか今週も、はい、来週はですね、本当はですね今日もゲストの予定というかですねオファーは出していて、まあちょっと都合が合わなかったということで今日もちょっとね、本当はですねすごい楽しみにしていたゲストがいたんですが都合が合わなかったということで、来週はですね、まあちょっとゲストの方に確認は取ってないんですが出演ということは決定してますが、まあ
コロナスタジオになるか、もしかするとカモンスタジオになる可能性もありますし、楽しみにしててください。特にブルーさんが好きな人が出ますんで。それではまた来週、さよなら。誕生日おめでとうございました。